うぷ主の誕生日です。プレゼント代わりに、チャンネル登録よろしく頼むんだぜ。皆さん、こんにちは、こんばんは、くるくるくるです。マリオメーカー実況、今日も早速遊んでいきたいと思います。せーの、くる。それでは、今日最初のコースはこちら、ブラックパックン注意報。噂のタックマンメガネさんのコースですね。ウシとクリアタイム2秒か、一瞬で終わるのかな。クリア率は 5.51%。 早速遊んでみましょう。この人のコース面白いから楽しみですね。ブラックパックー了解し、了解了解了解、次でいける。この辺ダメかー。どうしようか、3段ジャンプとかじゃないよね。壁キックとか。これ最後しゃがんで入らないとダメ。ほい、ここだ。ちょっと低い。おーし、たったこれだけ、隙間に入るだけ10回以上やられたよ。さすがタックマンメガネさんというか、最近のクルクルクルさんが下手くそなだけかもしれないけど、相変わらずシンプルでいいコースですね。ブラックパックン注意報、晴れ時々ブラックパックンところによりファイヤーが降るでしょう。フラニーよと、次行こう。はい、お次もタックマンメガネさんのスピランコース遊んでみましょう。70秒スピードランド派手に突き進め。クリア率は 4.57、 約 5% ですね。ベストクリアタイム56秒。70秒スピードランで50秒台でクリアしてるんで、タイムの余裕は結構あるのかな。ド派手に突き進んでいくよ。まずタウを投げるところからスタートして、派手だね。やっぱりこのぐらい派手じゃないとね。3段ジャンプからのタウ投げる。今画面で何が起きてるのか一瞬見失っている。これずっと右押してます。多分それでいいはず。ド派手だね。ピンクコイン取ったら、パウとかそういうのを見落とさないようにしないとやばい。ピンクコインは今5枚、残りも5枚。ここでパウじゃないのって、ファイヤーかーい。やべ、ここもっと近づきたいけど、なんでスピンジャンプが出てるんだい。やっぱりウィーパウとかおかしいかな。ここで何秒かかるかでタイムが変わるってことかな。ほいほい、やばい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 、いけー。パウ投げるよ。小さくなっちゃったけど、これアウトなんじゃないかな。だよねー、畜生めー。この音符ジャンプ苦手なんだよね。クルリン、よーし、今度は完璧。残り33秒。しゃがむよからの、さっきはここができなかった。パウ投げるでしょ。詰まっちゃったけど、くるくるくるから、次は3段ジャンプかな。違ったけど、これでクリアじゃないんかい。あれ、パウ投げるの早かった。確かそんな感じ。ここで OK、 あとは走っていくだけかな。ここもぶつければ OK。 残り15秒。ピンクコインは全部揃った。さあ、ランガーと突き始まって、これでもうゴール。なんとか10秒以上残してクリアすることができました。ふふー、最後まで賑やかでね。画面も賑やかでね。音と画面とその釣り合いっていうのがとっても素晴らしい。70秒スピードランド派手に突き進め、タックマメガネさんのコースでした。ありがとうございます。それでは次のコース、これ行こう。初心者から上級者までがハッピーな気分で遊べる壁キックコース。ではタイムが短い。そして今このレールが壁だと思って突っ込んでしまった。ほいほい、こっちだよね。ほい、あー、ピンクコインが取れないよと。こうでいいのかな。ほい、なんでそこでヒップドロップが出るし。オッケー。あー、もったいない。今のはもったいない。
ほいほい、いいね、今のは良かった。ほいほい、一マス壁キックでしょ。からのこっちに来て、この辺この辺この辺、壁がある、左壁からの、おー、それはないぜ、とっつぁん。よし、この辺、よーし、左壁、オーケー、入った。次は左、あー、危ねえ、ゴールか。まだ何かあるんじゃないかと思ってすっごいドキドキした。あー、なんか壁キックとは関係ないところでかなりやられまくった気がする。うわ、すごい時間かかった。初心者から上級者までハッピーな気分で遊べる壁キックコース、初心者にはちょっと無理だよね。壁キックの凡人クールです。パクリじゃないよ。次行こう。お次はこちらのコース、いいねランキング国内簡単の第3位、面白い後サビ、ん？今なんて言った？面白い音遊び、サブリョンリョンさん、クリア率 61%。 まあ簡単なんでしょうけれども、面白い音遊びって一体なんだろう。こういうこと？見てみて、下に向かってクッパの顎あたりからなんか光線放ってるように見える。出れないやないかーい、チクショウメイ。あ、出れた、出れるんかーい。ここもヒップドロップしてみるよ。こっちは特になんでもないんかーい。あとは全部一緒かな、全部一緒かな、一緒だよね、一緒だということにしておくよ。違った、ちょっとずつ違った、いくつも重なってるのかな、多分ね。なんだなんだなんだ、うわー、おー、落ちる。すげえ、こんなにまぶしいスポットライト浴びたの初めてかもしんない。ここサムネ決定でしょ。ほほう、いや確かに今までありそうでなかったわ、この後音遊び。音遊びって意外と言いにくい。うるせえよー、うるせえよー、音量注意、書かなきゃダメじゃん。でもあえて書くのやめようかな。あ、ゴール後に音が流れてない、これ。なんでこの画面でこの音流れんの、なんでやねー。面白い音遊び、サブリョンリョンさん、ありがとうございました。さて今日のラストは演奏系コースでお別れしましょう。カービィのエアライド、コールダー、ケチャップさんのコースですね。早速聞かせていただきます。サムネのカービィ可愛いですね。ランカ、さていかがだったでしょうか。実はね、カービィのエアライドってやったことないので、やったことある人の感想をぜひ聞かせていただけると嬉しいな。
カービィのエアライドコルダ、ケチャップさんのコース遊ばせていただきました。ありがとうございました。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカー実況でお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録をお願いします。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。